いや、何時から行くの？ジムには。ジム？うん。いや、今行くよ。え、何？今寄ってくれたの？うん、ありがとう。顔見せに寄ってくれたわ。え？うん。いや、だ、いや、なんか、あれだ、うんと、その、何かな。うん。いや、和藤さんが雨の中であれ持ったの見てたから。いや、俺今日家にいたよ。驚いたから。いや、この前さ。この前、うん、家にいた。わあ、これ、これやってれば寂しくないですね。そうだよ。みんないるもん。今250人いるよ。250人わあ、うん。え、ジムは何？何運動するの？こういうやつ。うん、それもやる。ほうほうほう。いや、それがね、あの、うん最初ね、なんか、体のあちこちが暗かったんだけれども、うん、今、明るくなった、こうやると、全体的に明るいよ。だから、うん、ツイッターフォローありがとうね。ツイッターフォローありがとう。明るいっていうのは、何なのかよくわかんないな。要するに、運動ができる体制は整ってるじゃないな、うん。意識の思う通りに運動ができるか。浅井さんです。じゃあもうちょっとやれば光になれると思うけど、どういうふうにやれば光になれると思いますか。どういうふうにやれば光になれるか、浅井さんが。うん、だからその、意識を通り運動する、意識を通り運動できるようになった。そしたら、次は意識になればいいんだけど、何の運動すればいいと思いますか。浅井さんが運動を何するかってことか。あれはスクワットはやってる？スクワット。そっか。ちょっと軽めにして強力にスクワットすればいいのか。スクラッチ？スクワット100回ぐらい。スクワット100回浅井さんやったら大変なことになるよ。え、100回？浅井さんもう60歳でしょ？いや、だけど、だから、軽めにしたから10キロ、20キロ、40キロにして100回やればいいんじゃないですか。本当は筋肉つけるためには、うん、はい。限界、ギリギリ上がるところあるじゃん。重くして。ギリギリ10回を3回繰り返してるじゃん。ギリギリ7回が一番いいの。1回だけ上がるやつを7回やるの。7回やろう、3回繰り返す？そう。で、毎回3回やるんじゃなくて、太ももだったら7回やるじゃん。重たいの。うん、で、次のマシンに行くの。うん、で、ぐるーっと回ってきて、うん、その7回をもう1回。要は3周するんだ。そういうこと、そういうこと、そういうこと。あ、そっか、私、あれだと思ってたよ。うん。じゃあ、一回一回で3回やる。三回やる。7回やる、3回。それはね。10回3回やって、その次に移動と。ダメダメ。ルール違反なの、それ。要は、次の人を並んじゃうでしょ。あ、待ってる。それやりたい。待ってるでしょ。うん、だから、すぐ7回やったら次。7回やったら次って回っていくの。マシンを。そうするといい。マシンが空いてるから、それほどでもないけど。だから、混んでる時はダメだね。うん、そうそう、混んでる時はそうやってやるのがマナーなの。筋トレ。うん。だし、太ももも、ちゃんと鍛えられるから。でもなんか3回やるし、だから3回やった方がいいのかなと思って。3回やった方がいいの。だけど、回って3周するって意味なのね、あれは。あ、3周すればいいんだ。そう、そういうこと。で、大体それで40分ぐらいで終わるよ。3周して40分。うん。あ、そうですね。うん、全部やるのか、40分だ。全部やると40分かかるから、全部はやりすぎ。スクワットのやつと、あと、こういうさ、ここをやるやつね。こういうやつと、あと、背中をこうやってやるやつあるでしょ、こうやって。背中。上、引っ張るやつ。この三つは絶対外したらダメな。この三つが一番筋肉がでかいやつだから。いや、これってね、私苦手だけどさ、どうすればいいと思いますか。まずは、姿勢が悪い？姿勢が悪いから、ジムの人いるの？指導員みたいな。いや、一応、あれだよ、そういう風に引っ張った時に、できないからどうすればいいですかって聞いたよ。あ、そうそう。こういう風にまず引いてたよ。だから、こうやって引いてるよ、しょうがない。ダメダメダメ。まずは軽くてもいいから、こうやって、ちゃんと背筋を伸ばして、ここの肩甲骨で、こう引っ張るの。わぁ、それすげえ難しいな。そうそう。軽くてもいいから。フォームが正しくないと効かないから。あ、なるほど、わかりました。そう。今日やってみよう。今日やってみ。一番軽くていいから、それでやった方がいい。あ、わかりました、うん。やってみます。はい。わかりました。多分ね、浅井さんだと15キロぐらいがいいよ。15キロ。15キロ？15キロ。
これ上から15キロですね。あの、メモリを15キロにするのよ。何のメモリを15キロにするんですか？それですか？重さ、重り。肩甲骨のこれですか？そう。これは15キロぐらいでいいと思う。で、だんだん重くなって20キロとか25キロ上がるようになる。私、それ特に弱いんで。うん。特に弱いからね。それさ、一番弱めにしてもさ、うん、それで、背中のね、この辺を鍛えるの。いや、今分かったよ、どういうふうに。あ、ちょっと弱いね。うん？この辺を鍛える。すっごい弱いよ、私、背中。うん。うん、で、それ、最近ね、あの背中でだいぶ治ってきたけれども、うん、だって前ね、こうやって前引くのがね、うん、その間、何にもできない、ゼロだよ、筋肉が。そう、どうやったってゼロだ。し、うん、てさ、今ゼロだと思うのはね、横だよ。うん、横ね、うん、こう、足をこう横に固定して、こう上がるのね、これゼロだよ。うん、横の筋肉がね、全然効かないの。うん、ゼロ。ゆっくり、来たよ。ゆっくり。いや、他はね、どんどんついてきたよ。うん、さあ、5倍ぐらいになった、他は全部。うん、だから、ね、多分やり方が間違ってんだよ。あのそうだね。うん、ゆっくり、上がっていくから。そしたら腕こういう風に太くなってくるよ。俺も肩全然今違うもん。腕はうち太いよ。ほら。あ、太いね。肩とかね。肩だいぶでかくなったよね。ああ、大きくなったね。3ヶ月前よりも。ああ、すごいね。うん。カットが出てきたし。うん。そう。ここは弱いね。ここ、リスト強いよ、俺。ここリスト強いよ。え？リスト、握力すごい強いよ。ここは強いんだよ、俺。うん。握力強いよ。何が弱いんだろうね。これが弱いよ。ここ強いよ。ほら、触ってごらん。カチカチだよ。俺、ここ強いよ。どれを触ればいいんですか？ここ。いや、これは強いよ。そこは強い。どこが弱い？え？どこが弱い？これ。強いよ。触ってごらん。ほら、カチカチだよ。よし。こういったらここは弱いから。いや、ここ強いよ。何が弱いのかな。ちょっと待って。ハンマー雄二郎みたいな。よく、息を。あ、一回ね、新宿のスポーツセンターで、息を吸いながら吐きながらとか言ってたよ。あれがよくわからなかった。あのね、要は、息を、これ例えばこう上げるときに、それは、吸いながら。じゃあ、呼吸をしながらやらないといけない、筋トレって。ふーってやって。ふーって。筋肉入れる？今の、息を、吐くときに、体を締めて、締めるんですか？え？息を吐くときに体を締めて力を。そうだよね。力を入れるときに吐くんだよね。ん？今、どっちの力、今、押してるんですか？もう、押す。要は、力を入れるとき吐くから、押すマシンだと、だから、その場合は、息を、引いてるときに力を入れながら引くから、それ息吸ってんですか？力を入れるときあるでしょ、うん、要は、こう押すマシンだったら、このときに吐くの。これその時力入らない。して引いてる時にゆっくり吸いながら引いてるから、力が入ってるから、息を吸ってる。呼吸が大事で、力を入れる時に吐いてやるんじゃないかな。何言ってるか分かんないな。いやだからね、その。何言ってるか全然分かんないな。いや。こうやるときに力を入れるんじゃなくて、うん、こう引いてるときに、あなたは力を入れてるし、そのとき息を吸ってるって言ってるよ。だからね、それ、だから、言った通りにすると、息を、吸ったとき、息を吸うときに力を入れて、うん、じゃあ、要は、一回息を入れるのよ。って。息を入れて、わかんねえのかな。いや、これは、私にはわかんない。息を、もう一回息を吐くと、息を吐くときに、力を入れる。力を入れる。うん。あ、押すマシンだとするじゃん。押すのに力がかかる。
わかる、イメージつく。こう押すやつあるでしょ。引くやつにする？どっちがいい？どのマシンかで変わるのよ。じゃあ押す、押す。押す、押そうね。押すにしましょう。イメージできた。わかりました。吐くときに、体を締めるな。そういう力を入れるな。そういうこと、そういうこと、そういうこと。やってみて、イメージでやってみて、ちょっと。本当に正しいかとか。これは無理だよ、うん、無理だよ。いや、そうしないとダメ。筋トレにならないの。ゆっくり吸う。ゆっくりゆっくり吸う。もっと息吐き切る。息吐き切る。そうそうそう。でゆっくり、大きく吸う。大きく吸う。そう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 。あ、いいね、いいね、いいね、いいよ。そう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 。で、ゆっくり戻して吸う。筋肉力抜いて。吐く。吐いて力ぐーっと。いいね、いいね。もう一回、もう一回。よーし、いいね。できてる、できてる。そういうこと、そういうこと、そういうこと。わかりました。そういうこと、そういうこと。じゃあ、こっちでやってみよう。これ、いや、私、これ今までその、吐くと、それから、うん、あれだ、その力を入れると認識がなかったもん。だからね。呼吸大事よ、呼吸。だから人が、その、うん、その、息をそう、吐く、その、体をし、閉めると ここは全然認識がないから、うん、向こうが説明しても全然わかんない。わかんなかったんだ。何を言ってるか全然わからないと。いやだけど それから 2ヶ月か3ヶ月経った言われてから、うん、でやっと少し認識に上ってここが大事なんだとは分かってきたけど、うん、さてどうしていいか全然わかんないと。なるほど。こっちでもできるよ、もう こっちの方でも息吐くっていうの分かる。だからこれは引くときに、うん、息を吐くんだ。そうそうそう。で、吸う。そう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 。吐く。そうそうそう。そう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 。そう、いいよ、浅井さん、いいよ。あ、いいよ、いいよ。そうやってやるの、そうやってやるの。そういうこと、そういうこと。そういうこと。そうやってやるの。そっか、わかった、うん。なんか変だと思ってたわ。そうする。あとね。いや、そうい、そうい、人をこうやって眺めてるとね、うん、どうも関係あるらしいと思ったけど、どうよくわからないね。そ、はい、もうできるから。今度次に大事なのは、じゃ今度、これをやるときあるでしょ。これをやるとき。ちょっとこれやってみて。これ。ってやるでしょ。そのときに、どこを鍛えてるのが意識です。ここなの。ここ。触るの、自分のここ。ここで、片手でこうやってやってみて。そう。あ、ここ。ほら、動いてるでしょ。筋肉が。わかる？とか、こことか。ここに効いてる効いてるって。そのイメージ。ここが動いてる、ここが動いてるってやりながらやると筋肉がつくの。あ、それ全然わかんないよ。だから、うん、そこはどこが効いてるかを、それイメージして。イメージして触って、ここが動いてる、ここが動いてるってやるの。あ、こう。そう、触ってあげるの、こうやって。そう。じゃあその筋肉をイメージする。そういうこと。要は、グーってやったらここは筋肉膨らんでるから、ここに効いてんの、今。わかる？筋肉をイメージする、うん、要するに、要するに今、いいよ力抜いて、ここ今ほら筋肉動いてないでしょ、ね、これ曲げてみたら思いっきりグーって、そうグーってもっと力入れてグーって、そうするとここ筋肉もっとギュッてやるのよ。筋肉ないね。そうなんだけどないよ。そうやってほらここ効いてるでしょ、だからここを動かしてるって頭の中でイメージするのよ。そう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 、ふーってここをイメージしてるよ。ここは骨。これはこういうイメージしてるよ。ここイメージ来てないじゃん。いや来てるよ今。ということはちょっと待って、何のイメージかよくわかんない。要はね、ここの筋肉太くしてるぞって、ここを力使ってるぞってイメージをしてあげる。これをさが、その使ってるぞとイメージはいいんだけど、それと呼吸をしてるときにこうやると分かんなくなるよ。同時にやるのそれは。あ、なるほど。あ、なるほど。あ、分かった。したらそのイメージの強さによって大きくなるんだ。そういうこと、そういうこと。うん。
なるほど。いやいや、いや、今度はそうやりましょう。わかりました。うん、うん、よかったよかった。そうすると筋肉、すごく、良くなるから。体がどんどん鍛えられて、若々しくなって。あ、体鍛えられる。うん。で、パワーがついてくるから。わ、うん、かりました。うん。いや、うん。いや、これってね、従来の私のさ、うん、物の見方と違うけれども、それっていうのは、うん、あの何かあの、その物の見方に言うと、変革が起きるんでしょうか。うんとね、俺、3ヶ月体鍛えたんだけど、この前ね、大会に出てきたの。そうだ、浅井さん大会見てよ。あ、なんかこの前ちょっとだけ見たんだけど、何をやってるかよくわかんなかった。オッケーオッケー。ちょっと浅井さんに見てもらおう、試合を。開いてみたよ、して。うん、ちょっと待ってね。その、よくわかんないもん。うん、して、最後にどっちが勝ったのし、浅井さんに解説してもらう。うん、ちょっと待ってね。待ってね。本当に。ちょっと待って、浅井さん。要するにその、わかるわかる。浅井さん、これつけて。これ音聞こえるから、これ。ちょっと待ってね。いや、つけなくても聞こえるんよ。いや、聞こえないって。この前聞こえてたよ。先生、この前聞こえてたじゃなくて、今流すから聞いて、ちょっと解説して。何を解説すればいい？だからすごいとか、下手とか。うんと、その、戦ってるところをやればいい。そういうこと、そういうこと。じゃあ、映してください。はい、いや、はい、じゃあ、これ。さあ、音が聞こえないから。音聞こえなくてもわかるよ、これ。わかる。ちょっと、どれを言えばいいんですか？この人、体はあんまり良くないけど。どっちの人？左の人。その人。この人。左、サングラスの人？うん、サングラスの人、体悪いの。うん。出てきたよ。出てくるよ。この前なかなか出てきませんって言って、私これ見たんだもん。あ、見たの？誰見たの？そうだよ。一人で見たのかな？誰かがいたのかみたいな聞いてたもん、なんか。これ何ですかとか聞いてたんだけど、何もわかんない。何もわかんないで終わったよ。この試合見てくれたんだ。え？あ、嬉しいわ。浅井さん見てたんだ、これ。見たよ、これ。これ何？みんなの集まりで見たの？いや、みんないたんだよ、なんだか。で、それで、これみんなって誰よ、みんなって。いつも配信、その隣に眺めてた人と、交通事故で、体の動きをしなかった人。寺島さん？違う。交通事故だ。寺島さんじゃなかった。寺島さんが電話来たよ。よく戦ってましたとか言ってたよ。あ、嬉しいわ。出てきませんね、選手がね。結構、引っ張りますね。はい。これ最後まで見た？これ俺ね、最後まで見て。どこが悪いか言えばいいんですか？いや、どこが悪いか言えばいい。体がどこが悪いか。どこ悪いの？セコンドが見当たらないよ。なるほど。セコンドがいないと。セコンドがどうなの？体悪いかな？あ、あそこにいるわ。ワドーリアのセコンド。どこにいるのか。コーナーにいるんです。あ、いました。お化けじゃないですか。左の、股関節がまずいんで。左の股関節がダメなんだ。いつも言ってたこれ、ね、左の股関節がダメ、まずいんで、それで、動くと、早く、あれが来る、圧迫が来るんで。圧迫が来る。速攻センサー駐在。で、これが対戦相手ね。だから、それこそあれだよ。これは、先生、浅井さん、分かった分かった。だから今はいいから、今、分かった分かった。これを、これをこういう運動をすると、OK、治るのね。今のやり方でこういう運動をするとこう、左がこう入るんで。OK、OK、うん。それで治る。体力を維持させる。そうそう。この対戦相手はどう？え？対戦相手ないからいいんですか？対戦相手は体悪い。出てこないよ。もうすぐ出てくる。そうしたらすごい強くなりますよ。強くなるよ、本当に。だから左のこう上に上げる。オッケーオッケー。なかなかまだ出てこない。先ほどの第一試合と打って変わって、そうですね。じっくり。かなり両選手を貯めて入場。浅井さんこれ見てくれたんだね、ありがとうね。見ました。でも なんだかピンとこなかったからそのままになって。要は殴り合いをしたのよ。ああ。それ殴り合いがピンとこないんだ。キックボクシング。キック
ックボクシング？そう、キックボクシングをこの人とやったの。この人体悪いとこ言えばいいんですか？うん、この人体悪いの。青コーナー、和道流伝承者、和道。赤コーナー、速攻性殺虫剤、テルチャンピン。レフリー和田亮君。赤い方が俺ね、黒が対戦相手。カードですけど、和道選手相当強そうですね、見た目。ワドです結構リラックスしてて、はい、今日昼ご飯にロハコさんとロッテリアで勝ちました。クロってどこにいるんですか？いや、これが俺や。これが俺で、はい、相手は、まあ戦うから今から。どうでした？相手は、相手はこれ。相手これ。この人ですね。この人。この人が対戦相手。この人、はい。これがテルチャンピ。最も素質があると。なるほど。ある選手の一人だということで。はいはいはい。ただ、唯一マイナス点といえば、サボり癖があるっていう。なるほどですね。はい。テルチャンピーに今後何したいのって聞いたら、リスナーさんからいただいた車で旅をしたいって。生で、ね、まあお互いフワッチをね、ね中心に、フワッチ中心に配信をしてる配信者なんですけどね。うん、お互いツイキャス結構バンされるタイプです。そうです。テルチャンピーなんか結構中心に入ってる。左手、左のあの、後頭部に異常があって、右手の力に入ってない。特に、あの、右手の小指がブラブラだ。まあはい、テルチャンピーの右手の小指はブラブラ。うん、手に力が、右手全体に力が入ってない。まずか。で、それどうすれば治るかですよ。ずっとしてましたんで、捨て頃決まってから、相当気合が入ってるんじゃないですか、今日は。うん、努力 VS 天才っていう感じですか。天才。テルチャンピオン天才と、うん。なるほど。テルチャンピオンかっこいいよね、サーチさんね。イケメンだよね。それでは間もなくね、ゴングなります。第2試合。本人はね、もうあれだ、うんと、その、治りたくないんですよ。もうこの人終わりだ。だから、この人終わり死んじゃうの？別に行きたいと思います。だから、どうしたらいいかっていうと、和道さんの体が治って、一発でこいつをぶっ倒せば。こいつをぶっ倒せばいい。そう、という、よくぶったたいて、伸びるのがあいつに、ぶったたけば。すごいぞ、この蹴りが。どう強いテルさんって。キックパンチとかなりテルチャンピオン選手溜めて蹴ってきますね。あいつは男だからさ、じゃあさ立ち直る。ただワドも徐々に慣れてきたんですね。その少しがないよ。取り始めました。さあどんどん前に攻めるテルチャンピオン。攻める。1ラウンドからかなりテルチャンピオン選手一方ね、距離を取っていきたいワードなんですけどね。ちょっとワードの左足を少しこう一歩経過、一歩経過、少しダメージがね、蓄積されてるかもしれない、ね、さあ、不敵な笑みを浮かべるテルチャンピオン。さあ、一発、二発、三発と。現実と接してないんで、それで、ぶったたかれて、伸びれば、現実と接する。そうするとなるほど。なるほど。いや、テルチャンピオンをぶっ飛ばさないといけない。いいところで出てくるんで、なかなか前に詰められない。さあ、ボディが決まったのか、ボディが。さあ、全然効いてないぞと、和道選手。楽しんでますね、結構試合をね、来いよ、来いよという感じで、少し挑発するような表情を見せてますけど、この蹴りですね、うん、これです、ラスト1分、テルチャンピオン選手、結構スタートからかなり攻め込んでるので、これがもしラウンド長引くとなると、結構状況変わってくるかもしれません。なるほど、はい、まあ、一方で、和道選手は割と落ち着いて、うんうん、じっくり時間をかけてる、ね、そうですね、狙ってますね、和道選手。テルチャンピオン選手のこの前蹴りがね、
間合いを詰めづらい。さあ、ラスト30秒。ラスト30秒。ワルドン選手は足を使ってこう、うまいことかき回していきたいところなんですけど、少しやはり足へのキック。おっと、でもここで挑発する。さあ、来いよ、来いよと足に。ここに蹴ってみろと。ワルドン選手、挑発してる。ラスト10秒。はい、さあここでゴングになりました。これ万能選手も後半はですね結構パンチ避けてるんで、はい、こんな感じで、ね、戦ったんだよ。結構ダメージとなるのは食らってない感じ、まあ、前半は少しね硬かった部分はありますけど、そうですね。おっとここで、おっと注目の注目の双子のララピルルピがラウンドがあるね。まあいっか、これはいっか、もう止める、これもういい。これ最後まで見る。最後になんか起こりますか。最後に何も起こんない。いいですね。あの体のラインがまだ溜まりません、ね。最後は決着がつくだけ。見てますね、石川さん。いやいやいや。やらしいの見てますね。ある意味ラウンドはガールの解説の方が詳しいですね。よくわかんないよね。いいですね。さあこれお互いのダメージはどうですかね。ワードン選手結構足食らってるように見えて、何もこれはね、あのラウンドフォードって第2ラウンド始まりますよって言って、でも今も歩けてるので、あのお客さんに第2ラウンドだよって教えてんの。セコンドセコンド大丈夫ですかね、これ2ラウンド目。あ、そっか、なんかなんで本気で戦うのが分かったかもしれないけど、そういうスポーツなの、本気で戦うの、ね、どっちが強いかっていうのを決めるスポーツなの。コメントしていってくださいね。よろしくお願いいたします。見てる方もね。いや、鍛えてたでしょ、体を。さあ、で、どっちが強いか決めてんの、これは。やっぱワードー選手はジャブを練習してきてるね、かなり。そうですね。試合前の意気込みかなんかは、はい、ワードー選手。やっぱり自分にとってやっぱジャブ。はい、ジャブを食らわすことがやっぱ勝利へとつながると。なるほど、なるほど。まあ、やっぱりあとこのイベントのベンチに対して、こんな機会をありがとうと感謝の気持ちを持って勝利したいと、エルジャンピン選手には死ぬなよというメッセージだそうです。俺と戦って死ぬなよ。なるほど、なるほど。まあ、でもやっぱり3ヶ月の練習がね、体もだいぶ8キロぐらい体重も絞ったみたいで、そんなに減ったんですね。さあリングの上で殺せるのか。さあテルジャンピン選手はあの第一ラウンド結構ググっていきましたけども、ちょっと体力がね、一応ですね、やっぱ右左と1分経過。これはどうなんだ、スリップ、スリップですね、スリップですね、うん、さあテルチャンピン選手ラッシュだ。さあ顔面に入りましたね、ワード選手の。お互いだいぶ疲れてきてるようですけどね。少し疲労がね、出てきますけども、はい、ただ石川さん、こちら3ラウンドあるんでね、もう1ラウンドあるんですよ。結構長いんでね、デルチャンビ選手のこの手数がですね、かなり不規則なんですよね。そうですね、来たり引いたり来たり引いたりと、そこにちょっと和藤選手が翻弄されてるなという。また来ましたね、また前に出てきましたね、そのいつラッシュがね飛んでくるかわからないっていう予測不能ですからね、テレジャンピン選手。2分経過、2分経過。ワトム選手もここでグッと前に一歩踏み込むと試合の点が変わってくるかなと。防御は結構硬いんですけどね。さあ前に出る、さあワトム選手前に出る。おっと、さあコーナーリング呼びついたか。さあここでワードー選手が仕掛けてきましたね。残り時間30秒。手数が増えてきましたね、今ちょっとテルチャンピオン選手のパンチが。残り時間20秒。ワードー選手に当たりましたけど、ちょっとどうですか、テルチャンピオン選手疲れてる模様ですけど。残り10秒。
ホテルチャンピオン選手はこの前蹴りを使って距離を取ったところでストレートパンチ、そうですね、はい、さあこちらの戦い、ワード選手はちょっと3ラウンドにこれかけてるんですかね、体力残して。ただ後半少し空振りのパンチも目立ってきたので、落ち着いて当てていけば、はいはい、少し試合展開も変わるのではないかな。そうですね。一方テルチャンピ選手、疲労は出てるんですけども、はい、やっぱり前蹴り、はいはい、定期的に放つことによって、ね、ちょっとワード選手が前に来れないように一定の距離感を保ってると思います、はい。マスナテルチャンピオン選手、昼飯は揚げ鶏食べたの。揚げ鶏、セブンイレブンの揚げ鶏だけを。コンビニのですね、あれ美味しいですからね。ただテルチャンピオン選手、事前には僕は長パンが得意だって言ってたんですけど、はい、今日でもそれよりやっぱ蹴りの方が、そうですね、やっぱり蹴り中心に戦ってるイメージですね。もしかしたら小和田選手戦ってる間にそっちの方が有効なのかな。セコンドアウト、セコンドアウト。さあ第2試合、泣いても笑ってもこちら最終ラウンド、果たしてノックアウト、泣いても笑ってもここで決着がつきます。そうですね、お互いここでちょっと冷静になってきましたね。そうですね、序盤に比べてだいぶ落ち着いてきましたね。パテルチャンピオン選手の前蹴りがちょっと和藤選手にとって少しやりにくそうですね。やりにくそう。ただテルチャンピオン選手も結構蹴りを出してる自分も少し疲労が出てきてますね、うん、いいですね、和藤選手テンポが良くなってきましたけど、非常にいいですね和藤選手ね、うん、1分経過、1分経過。おっとテルチャンピオンちょっと今膝に手をつくような感じで、ちょっとねスタミナが切れてるんですかね。やっぱり第1ラウンド結構詰めてきましたからね、はい。ただここで和藤選手もう一踏ん張り行きたい。ここでボディ入れられたらな。和藤選手も相当練習は積んできてるんで、スタミナはここでボディ入れたかった。そこでぶったたくの、そうお腹をねボーンって叩くとここに効くんだよ。前に出ようとするがテルチャンピオン選手が蹴りで間を取る。さあこの蹴りで間を取る、なかなかワード選手前に行けない。おっと今ちょうど左頬方にテルチャンピオンのストレートが当たったか。いやもうお互いの闘志がすごいですね。このパンチを打つ汗の刺激が、あ左の股関節が、ここでテルチャンピオン選手のキックが運動で2分経過、残り時間1分、運動なんかね、スタミナ切れてるもんね、チャンピオン。ここでボディにガツンと入れれば面白かったのにな。さあもう意地と意地のぶつかり合いですね。顔しか狙ってないもんね。もう立ってるのも結構きついんじゃないかな、フラフラしてて。おっと闇雲にね、もう手数出しまくればよかったんだよな。ワドも前に出ていく。あ、そうだね、うん、闇雲にもう何も考えないで手出しまくればよかったんだよ。ぶつかり合いだ。おっとここテルチャンピオン前に出る。残り時間20秒。テルチャンピオンのパンチもやっぱ確実にヒットしたんだ。そうだ、社会と戦うことはそうだ。そうだよ、うん、じゃあそうだ、ああいうのは負けるんだ。残り時間10秒、うん、わあ蹴り2発、蹴りが2発入りました。じゃあ人の力でやるものは負けない、自分の力でやるものは負けない。じゃあどういうことか分かんないの。いやこれは判定って言って KO がなかったのよ。でどっちか勝敗をこのレフェリーっていう人が決めるの、うん、この和田レフェリーが決めるので、手上がった方が勝つなんだけど、うん、判定テルチャンピオン、テルチャンピオン。スタミナっていうか俺ほとんど動いてなかったからさ、あー悔しいなー、何回見ても何回見ても悔しいなー、何回見ても悔しいなー、出し切れてないね。はい、そろそろ3時間目来るんで、ぜひ、もし面白かった人はアイテムよろしくお願いします。アイテムタイムです。
まだね、フォローまだの人はフォローぜひこの時間にしてください。よろしくお願いします。アイテムくれる人はこのタイミングでアイテムもらえると嬉しいです。 Twitter、Facebook、LINE などやってますので、ぜひ皆さん、フォローよろしくお願いします。そうだね、自分の力で戦うものだね。コンプレックスさんいらっしゃい、楽しんでてください。悔しいね、出し切れてないね、ちょっとね。やっぱテル強かったわ。テル強かった。全然アイテムある人だけで大丈夫ですよ。シップ投げてくれる人はシップお願いします。アイテムありがとう。ルーツさん、アイテムありがとうございます。ルーツさん、初見さんいらっしゃい、もしよかったらフォローもしててください。風船10個ありがとう。風船ありがとう。ありがとうございます。難しいよね、勝負の世界はね。花火ありがとう。ムーポリン、花火ありがとう。ちょっと待って、花火ありがとう。ミポリン、ルーツさん、花火ありがとう。花火ありがとう。ありがとうございます。アイテム2つありがとう。ありがとう、あざーす、頑張ります。負けちゃったんだよ俺。アイテムありがとう。夏さん、黒ウロン茶ありがとう。みんなありがとう。じゃあ雑談に戻ります。いやー、もうちょっとね、出せればよかったけど。これ一回まくると、さ、なかなか復活できないんですか。どうなんだろうね、わかんないけど、もう出させてもらえないかもしれないんだよ。もう出させてもらえないかもしれない。ありがとう、フォローありがとうございます。バーガー10個ありがとう。また出たいけどね。また出たいけどね。悔しいよ。そうですよね。どうしたらいいんでしょうね。また来年頑張るよ。出れたら。来年。1年後だから。はい、ワダツカズ、お疲れ。ワダツ。また頑張るよ、安西さん。安西さん、時間大丈夫なの？もう6時半だよ。え？ジム。いや、もう今行くよ。だってなんかあれだよ、どう、なんか、どうすればいいのかな、そうそうそう、あの、キャスバーで歌ってた人ね、安西さん。カラオケ歌ってた人。出たい人問い合わせ殺到してるみたいだよ。弁護さんのところにすごい問い合わせ来てるみたい。これに出たい人？そう、さっきの大会に出たい人いるの。さっきの大会に出たい人？うん。ユンちゃんまだつ。そうじゃない。いらっしゃい。アセイさん今遊びに来てるよ。娘と喧嘩してたけど仲良くなれた、アセイさんの歌で。何だったかな、これはアセイさん、この前カラオケ歌ったの覚えてる？え、あのキャスバーでカラオケ歌ったでしょ。今その左の頭を直す方法を私が発見すればいいんだ。ちょっともう一回映してみて、さっきの人の最初のだけ。いや、いいよ、大丈夫、思い出せないもん。大丈夫だよ、大丈夫。え、大丈夫。今ね、カラオケ歌ったでしょ。その人は、倒せばいい、一回倒せばいい。いや、もう戦わないからって言ったんだけれども、そうじゃなくて、そのまま直す方法だ。
あの、和道さんの、あの、左の股関節が治った時に、その人に、触れば治るんだけど、それは、待って、それを起こすんだから、おばちゃんは65超えてから筋肉が強くなってきました。で、そりゃ、これを聞いてる全員は筋肉が落下してきてるん でそれで、あの、あなたの戦った人、あの人は治りました。あ、OK、これ大丈夫。よかった、今日来て。ちょっと見送ってきます。よいしょ。お姉さんまた来てね。はい、お姉さんまた。ありがとうね、いつも。ごめんね、玄関狭くて。雨だから気をつけて。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。